今年7月に淡路島に初めてある商品が誕生したんです。ヒントはこちら。ということでやってきたのは南淡路市にある淡路島牛乳。わあ、伸びてる伸びてる。これは一体？淡路で作られている搾りたての牛乳をそのまま使ったモッツァレラチーズとなっております。食感としてはもちもち感で弾力性のある口の中に甘みが広がるようなチーズに仕上がっています。弾力と食感を良くするために80度のお湯の中で6回ほど伸ばしまして、淡路で作られているモシオンの方を使わせていただいて、ミネラル分をさらに追加して味わいの深い濃厚なチーズとなっております。淡路島に乳牛のホルスタインが導入されて来年で120年。その歴史の中で島内の生乳を使ったモッツァレラチーズを初めて商品化したんです。濃厚で甘みのある味わいはサラダやパンにはもちろんいろんなものに合うんですって。現在販売しているのは島内の4つの施設限定です。淡路島に来た際はぜひ味わってみてください。